皆さんこんにちは。兄弟コンビまんざらでもねーの翔平です。よろしくお願いいたします。4月の22日にこちらのパノラマジックさんでまんざらでもねーレクチャー会やらさせていただきます。よろしくお願いいたします。で、前半はですね、我々まんざらでもねー翔平とあと相方の良平と2人でここ最近で受けたネタを2つ披露させていただきます。で、その後にですね、我々まんざらでもねーが、コントとマジックを掛け合わせるときに、マジックをどのような使い方をしているのか、多角的な考えの、ちょっとレクチャーをですね、させていただきます。さらにはですね、一人でもできる、マジックコントをですね、皆さんにちょっと、レクチャーさせていただければなと思います。これができるようになるとですね、喋りが上手くなります。はい、ちょっと普段よりもちょっと受ける量が増えるのかなと、笑いが取れるのかなと、そんなねノウハウもですね、ちょっと皆さんにお話しできればなというふうに思っております。で、後半はですね、私まんざらでもね翔平はですね、マジックバーでも活動させていただいてるんですけども、10中8句受けたなっていうネタをですね、ちょっと皆様に、レクチャーさせていただければなというふうに思います。結構たっぷりな内容になっておりますので、ちょっとでも興味、あるなっていう方はぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いいたします。